テンプレート、生物分類表立ち青いを主題に描いた草花図屏風。立ち青いは青い花の多年草。俗名、アルシアはギリシア語由来の古典ラテン語に由来し、語源たるギリシア語、アルサイアはアルチノと関連している。古来、立ち青いは薬草として用いられた。当初は中国原産と考えられていたが、現在は、 ビロード青い族のトルコ原産種と東ヨーロッパ原産種との雑誌とする説が有力である。日本には古くから薬用としてトライしたと言われている。花が綺麗なので園芸用に様々な品種改良がなされた。草丈は1から3メートルで茎は直立する。花器は6から8月で花は垂直に伸びた花茎の下から上に咲き登っていく。 ちょうど梅雨入りの頃に咲き始め、梅雨明けとともに夏季が終わることになぞらえて、梅雨葵という別名も関されている。花は一重や八重のもあり、色は赤、ピンク、白、紫、黄色など多彩である。花の直径は品種によるが大きなものでは10センチメートルくらいである。本来は、出根性の多年層であるが、品種によっては一年層でもある。葵の中から、 ア津若松市と静岡市が市花に制定している。花弁の根元が粘着質であり、引き抜いた花びらを顔などにつけて鶏を真似て遊ぶことができるため、北海道の一部ではコケコッコ花、コケコッコ花、青森県の一部ではコケラコ花などと呼ばれる。花弁や根を薬用として利用する。ホリホックとも言うが、英名ホリホックは、 必ずしも本種を指すとは限らず、旧族名、立ち葵族の各種をはじめ、時には他族の種をも指す言葉である。俗説として、ホーリーマイナスはホーリーに通じ、この花が十字軍によって、シリアからヨーロッパにもたらされたことにちなみ、聖地の花の意味が込められている、などとも言われる。日本語では、花青いとも呼ぶ。ただし学術的には、同化別族である花葵族。 または、同族家のラバテラトライメストリーズを指して、花葵と呼んでいるので、注意が必要である。作家などが立ち葵に関する詩を読んでいる。梨なつめきびにあわ次のべフデンくずの後もあわむと、葵花咲く、万葉衆悔しくぞ罪よかしける葵草袖での、許せるかざしならぬに、源氏物語かしわぎ。ありがとうございます。